皆さん、おはようございます。ございます。ベルクラネルギーの松岡優です。僕、強くなりです。よろしくお願いします。はい、皆さん、おはようございます。ヘスティア役のみなすいのりですえ。今日は、なんと実物のヘスティアさんがいらっしゃって、かなりドキドキしてるんですけども、え私は声のヘスティアとして一生懸命演じましたので、いろいろお話できたらなと思います。よろしくお願いします。 アルテミス役をやらせていただきました。坂本真綾です。よろしくお願いします。はい、リリー役の内田真礼です。今日は早い時間からお集まりいただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。アイズバレンシュタイン役の大西沙織です。あの追加キャストということで舞台挨拶出させていただけてはな。ありがとうございます。 あの美力なんですけれども皆さんと楽しくお話できたらいいなと思いますよろしくお願いします、えー、ベルフクロッズ役の細谷芳政ですよろしくお願いします皆様おはようございますヘルメス役斎藤相馬ですのぞきは男のありがとうございますよろしくお願いいたします <laughs> <て>い, <laughs> いやもう本当に大森先生のおかげでですね あのー、ずっと途切れなかったんですよ、マチメモリアフレーゼの方であったりとかっていうのもあって、うんうん、ずっとやらせていただいたんで、でもアニメーションは本当に久々だったんで、うん、どうなるかなって思ったんですけど、まあ、テスト始まった瞬間に、それは奇遇に終わりましたね、うん、やっぱこのチームだからできるんですよ。<laughs> <laughs> でね、皆さんおっしゃってますけど、松岡さんが。<笑>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 ねえ いいいい感感じじでですすねね松岡さん仕上<え> <laughs> ががってる調子私もあのオーディションを受けさせていただいた時はまだ高校生とかだったかなと思うので、まあ、4年経って、まあ、10演じていた時が多分19とか初めてヘスティアに声を当てた時なのでそれがこう4年経って23になってまたこうやって皆さんの前でまだこうヘスティア役としておしゃべりできてるのはすごく嬉しいなと純粋に思いましたしやっぱりまあ劇場 とということで新キャラも登場するというところですごくあの今までの段待ちにはなかったものがまた追加されてしかも大森先生の書き下ろしというところでこう演じていてもこうなんですか、ね、頼もしさのあるシナリオだったのでそれに応えるのに必死で、えー、ヘスティアをもう一度演じ直すような気持ちですごくあの自分にとっても刺激のあるアフレコになりました。 藤田さんはどうですかこの4年ぶり。まあ、ずっとね作品や物語シリーズとしては続いているんですけれども、ねあのー、キャラクターたちがあのやり取りする様子があ今までのそうそうこれこれみたいなのがたくさん入っててその瞬間があるたびになんかこう嬉しくなりましたねやっぱこうみんなで集まってアフレコするっていうのは楽しいですしこう声を当てることでこう生き生きと動いている姿を見るのがとっても嬉しくてこう先がね続くぞって決まってる中で劇場版っていう形でまた出会えたっていうのが本当 本当にありがたたかったなと思いますいや本当にあのアフレコの時はやっぱりもう出来上がっているそのチームの中に入っていくのって緊張するんですけどもあの自分が一言目のセリフを言う前にだいぶこう皆さんのシーンが続くのでその中でなんかこう雰囲気が伝わってきたのとやっぱり現場もなんかみんな本当にすごく仲が良くてあの可愛いんですよ。 私から見たらもう本当に可愛い,い年代の方々の中に入れていただいてもう恐縮ですみたいな,なんかアルテミス役いただいた時はやっぱり「え私でいいのかな?」っていうのとキャストを聞いて「え これはだいぶ年齢差が <laughs> っていうのともう本当に恐縮しきりだったんですけどでもアフレコ現場に行ってなんかその場の空気の良さとフェスティア役のいのりちゃんがもう本当に多分私が私にいろいろ気を使ってくれてそこい話しかけてくれたりとか <laughs> そ場を和ませようっていうふうにしてくださってまあもちろん松岡君も <laughs> はい松岡君のことはちょっとよくわからないですけどそんなに現場でお話してないでもなんかすごくあの なんか仲間に入れてもらったなっていう感じがして楽しかったです。<laughs>